はい、万次郎です。前回ですね、少し予告しましたように、ここに映ってますキロンのね、2870のズームリコイドグリスのね、交換をしてみたいと思います。まあゆっくりね、やってきますので、まあところどころ編集してね、お見せすることになると思いますけども、まずね、あまり長くなるもんで、実際には前の群レンズね、まあ、これは外しました。今これないですね。ちょうど絞りのところまでですね、空っぽの状態です。レンズどこ行っちゃったのということになりますと、まあ、こちらにね、あります、外してあります。群レンズをね、バラバラにしてあります。まあこれをね、後でね、組み上げていくんですけども、まあとりあえずレンズの方はね、外しておきましょう。まあこちらのね、このカサカサのやつを、なんとかしない。このズームの方はね、まあ少し硬いですけども、なんとかなるかなと。ね、少し硬いですけども、まあなんとかなるかなっていう感じです。ね、問題はこちらですね。こちらはもうカタカタ。まあこれを直していくとなりますけども、まずこのゴムのね、ピットリングのゴムを外します。これはね、あんまり力入れるとね、バリッといっちゃうんですよね、古いやつはね。乾燥してるとね、だからちょっと気をつけてね、やらなきゃいけないんですけども、キュッとね、こう下から押さえてね、下にずれ落ちないようにこうね、持ってきます。だいたいここにね、なんかネジが隠れてるというパターンなんですよね。はい、ありましたね。多分これがね、ピントのネジですね。これを、まあ精密ドライバーで外します、ね。まずズームの方は28にしておきますかね。28にして、無限遠がここ、無限遠に合わせますかね。それでここをこれを、このネジを取ると多分これがね、フリーにね、ずっとこう回るんですよね。はい、出てきました。
ました。全然グリスがないですね。あ、ここにこの辺にある。グリスないですね。全くグリスがない状態です。まずこのグリスをね、剥がすところから、やらなきゃいけない。グリスないの？全然ないですね。ね、まあ、綺麗に少しずつなっていきますね。まあ、ティッシュで拭くぐらいでいいと思いますけどね。もう全然グリスがないですからね。グリスがないです、ね、それでグリスを塗ります。塗るグリスは、はい、これです。これはウレアグリスって言ってね、まあ機械物に使うグリスなんですけども、汎用グリスですよね。でこれ1本ね、500円ぐらいでしたかね。ホームセンターで売ってます。あまりね、摩耗しないようにね、中に金属の入ってるようなグリスは、まあ、こういう平行用には向かないと言われてます、ね、でまあ、ね、耐熱性だとか耐摩耗性だとかね、まあ、そういったものを兼ね備えたものであれば、まあ、グリスは何でもいいと。色はね、これちょっと茶色なんですよね。これを、まあこの、ね、歯ブラシですね。電動歯ブラシのね、を使ってボロボロになったやつですね。まあこれでね、塗るということになります。その他にね、まあ、こういう注射器のようなね、注入器に入れて、やることもありますよね。まあ、ここにいるわけですよね。注入器でちょうど入ってますのでね、これでやってみましょうか。ちょうどこのネジのところをグリスを塗っていきます。そのたくさん塗らんでもいいと思いますけどね。そんなにたくさん塗らなくてもいいと思いますけど、まあね、あらら、ちょっとね、中にね、塗っていきますね。これを。それからこちらの方もね、注入とね、なかなかね、きれいに塗れないですけどね、まあ、適当でも歯車がね、噛み合えばきれいにいますのでね、まあ、とりあえずこんな感じで塗りました。今これで流すと、ね、まあ、硬さがねあるそうです。あまり柔らかすぎてもいけないし、硬すぎてもいけないと。出てきますね。まあ、これでね、一応
を決めます。あとね、こんなところだね。はい、塗り直しました。これでね、一応、ま、軽いですけど、ちょっとこのグリスは軽いかな。軽いですけども、一応カタカタは言わなくなってですね。ま、これで余分なグリスを、拭き取ってですね、グリス交換っていうのは本当にね難しいです。ね、なんかグリスでベタベタになりますよ、手がね。いいのかなって感じですよね。レンズが上下してピントを合わせると、どういう都合で動かなくなっちゃうのかな、よくわからないんですけどね。レンズを入れていきます。全群のねレンズ群を組み立てていきます。これがね、厄介なんですよね。手袋がね、意外とね、持ちにくいんですよね。持ちにくいです。本当にね、神経使うというかね、神経は使ってないんだけどね。これでね、分レンズが組み上がりました。なんとかね、いったかなという感じですかね。しっかり締めといて、これをここに入れます。
ここに入れるんですけども、最後はこのリングで止めるということです。カラカラ言ってるとね、僕緩んでるんですよね。はい。終わりました。これで最後はゴムをね、ゴムをつけて、このゴムのリングはね、変にボンドでつけちゃうとね、それが固まっちゃって、この二度と取れないとなりますので、止めますね。普通のスティックのりね、スティックのり、これぐらいで接着しておくのが無難ですよね。こっちの方へ塗っときます、ね、ちょうどいいですよ、ね、ちょっとこう、溶ければですね、ですね、あまりね、いっぱいのりがついてると拭いておきます、ね、でゴムをつけますと、はい、これでね、グリス交換は一応終わりました、ね、少し軽いですけども、ピントリングはね、カタカタ言わなくなりましたね、非常にスムーズですね、非常にスムーズです。まあこれならね、使ってて、違和感ないと思います。じゃあこれをね、ちょっと試してみますね。マウントアダプターつけてですね、 GH4、 じゃあこんな感じでね、取り付きました。撮ってみます。はい。まあこんなもんですね。まあ外行ってね、一回撮ってみたいと思います。万次郎でした。